すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか、すぐはです。今回はですね、プルートの第2回目、ノース2号はなぜロボット前としているのか後編ですね、よろしくお願いします。前回ね、前編をやってちょっと長引いちゃったんで前後編に分けたということなんで、もしこっちを先に見ている方は前編から見ていただきたいなというふうに思います。それでは早速いきましょう。ノース2号の話ですね、今回はね。まあ、ロボットに人間的な感情や感覚、芸術性、心などはないんだ、全てプログラムされているものなんだというふうに考えるダンカンさんが出てきましたよね。作曲家のダンカンさんです。まあ、ダンカンさんの最高傑作といえば、なんかの映画の映画音楽がね、すごく有名らしいんですけれども、なんていう映画だっけあれ。あ、衛星軌道に佇む女王ね。衛星軌道に佇む女王の映画音楽をやってもめちゃくちゃ良かったということなんですけれども、これ一応原作ではですね、僕も大好きなロバート・A・ハインライン、月は無慈悲な夜の女王の、映画化がされて、それの音楽をダンカンさんがやっていたというふうに原作ではなっていましたね。まあアニメ化するにあたりなんか使えなかったんでしょう、このタイトルをね。月は無慈悲な夜の女王の映画化の話はどうなったんでしょうか。ずっと楽しみにしているんですけれども、全く音沙汰がないんですが、どうなったんでしょうね。ということで、まあダンカンさんはそういう映画音楽を手掛けている芸術家、作曲家なわけですね。で、このダンカンさんに対して新しく執事としてやってきたのがノース2号ということなんですね。ノース2号というのはですね、もうこれ見よがしにロボットの姿をしていますね。まあ、モンブランを除いてここまでロボット感を出しているロボットというのは世界最高水準の7体のロボットの中では彼だけですね。ノース2号だけです。まあ、モンブランはちょっとね、特殊というか、この山整備ロボットなんで、体格もねかなり大きいのが必要とか、そういったところもあるということもあって、おそらくあの姿だと思うんですけれども、ノース2号はね、別にそういうことではないのにもかかわらずすごくロボットの姿をしているわけですね。ノース2号はですね、喋り方にも抑揚がなくて、背も異様に高くて、手がめちゃくちゃ長くて、で手はもう機械の手むき出しだし、でノース2号、まあラストでわかるわけですけれども、戦闘特化型のロボットにもかかわらず、ブランドみたいな一般生活用ボディみたいなものもなくてですね、ケープで体を覆っているということになっているわけですね。これがノース2号の姿ということになります。まあもちろんですね、例えば軍人だから、ノース2号っていうのは軍人として作られたものだから、一般生活用ボディというものはそもそも必要ないんだとかですね、ノース2号は少し他のロボットに比べて旧式なのかもしれないとか、そういう理由がいろいろあるかもしれないんですけれども、作品的に一番大きな理由、ノース2号がこんなにもロボット前としている大きな理由というのはですね、何かというと、ノース2号というのはプルートという作品の世界観紹介用のロボットだからというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。これ第1話ですからね、プルートというお話がどういうお話なのかということを、まあ視聴者に示さなきゃいけないわけで、まあ読者でも一緒ですけれども、そういう意味でノース2号はロボットっぽい姿をしていた方がまあ都合がいいわけですね。だからノース2号はロボットの姿をしているんだというふうに考えていいんじゃないかなと思います。どういうことかというとですね、まあ視聴者の皆さんはですね、一番最初見た時、まあ少なからずダンカンさんと同じように、ロボットは人間の感じるこの微妙な心の機微とか、そういったものを感じることはできないんじゃないかというふうにまあ考えるわけですね。まあ例えばノース2号がね、ピアノを弾けるようになりたいっていうふうに言っても、ダンカンさんがロボットにとってのうまく弾けるようになるっていうのは、楽譜譜面通りにミスなく弾けるようになるっていうことだろみたいな、そういった感じで、そのなんていうの、音楽としての心、音符一つ一つ、鍵盤一つ一つにこう魂を込めるみたいな、そういったことはロボットはできないよなみたいな、そんなことをまあ僕たちも考えながら見たりするわけですよね。ああそうだよねって思ったりするわけですよ。譜面通りに弾けるように、ミスなく弾けるようになることがお前らにとっての
うまくなるっていう意味だろってダンカンさんに言われたら、ああまあそうかもなっていうふうに思ったりするわけですね。まあダンカンさんのね、好きな紅茶のデータは私はもう全てインプットされていますとか言われると、ああロボットだからねみたいな、そういうふうに思うわけですね。まあちょっと前にですね、巡査ロボットロビーとその妻というね、いかにもロボットというロボットたちの、まあ、悲劇というものを見たばかりなんで、この視聴者たちはですね、まだこの世界観でのロボットというものがどんなものなのかいまいち把握できていないっていうところもあるんですよね。ゲジヒトもロボットだというふうに言っている、あのロボットロボットしている巡査ロボットもロボット、そしてこのロボットと人間の半々みたいな、まあ、口元だけロボットのノース2号もロボットということで、ちょっとまだ視聴者の中で混乱しているというか、測りかねているという部分があるんで、これはね、初回なんで、まあまあ皆さんと、視聴者の皆さん、今回のこのノース2号を通じて、この世界観の中のロボットというものを把握してくださいね、という回、それがまあ今回の、まあ初回のお話になるんじゃないかな、というふうに思うわけですね。まあそうやって言われちゃうとね、なんか随分打算的な、キャラクターデザインだなみたいなそんな風に思っちゃうかもしれませんけれども、でもそれも大事なんですね。なぜノース2号がこの姿なのかっていうことは、この先の全体の、物語全体を通してロボットとは何かということを考えていくお話なんで、前回も言いましたけど、このプルートーというお話の本質はですね、ロボットには心があるのか、ロボットと人間の違いは何かというところだと僕は思っているんで、それにはですね、このロボットっていうことが明らかに分かるロボットが出てくる必要があるんですね。ゲジヒトとかアトムとかブランドとかヘラクレスとかエプシロンとか、そういったロボットなのか人間なのか区別がつかないロボットだけじゃダメなんです。あれだと、例えばアトムに心があるって言われても、アトムは完全に子供の姿しているし、ね、見た目も人間と同じだし、考えていることも人間と同じっぽいんで、それはアトムには心あるでしょうって、まあ、思いますよね。でも、今回のノース2号に関しては、見た目はロボだし、喋り方に抑揚がないし、こいつに心があるのかどうかっていうところが、いまいちわからんっていうところから始まるのが、まあ、重要なポイントだったんじゃないかな、というふうに思うわけです。ということで、ノース2号とは一体どんなロボットだったのかについて考えてみようというふうに思います。まずダンカンさんのデータは全てインプットされているというのがノース2号ですね。あ、その前にあれですね、第39次中央アジア紛争に、出ていって、ノース2号はたくさんロボットを殺しているということがあるということですね。で、ダンカンのデータは全てインプットされている。でもノース2号の入れた紅茶はダンカン曰く味もそっけもないということですね。まあ当然これですね、ダンカンのかなり主観が入ったセリフなんでまあ実際味もそっけもなかったかどうかはわからんというところはありますね。で、ノース2号は戦闘特化型のロボットなんですけれども、まあそれはね、ラストでケープを脱いだところでもうわかると思うんですけれども、完全に戦闘特化型のロボットがノース2号なんですけれども、でももう戦争には行きたくないというふうに考えているわけですね。で、普段彼はその戦闘に特化した体を見られたくないからでしょうね。ケープで体を隠しているということになっています。ダンカンの音楽を素晴らしいと感じる心があります。ピアノを弾けるようになりたいという希望を持っています。ダンカンの心を癒したいというふうに考えて、わざわざダンカンのふるさとまで足を運んだりもしています。ダンカンにピアノを弾くなと言われても弾き続けました。命令に従わずに弾き続けたわけですね。そして、ノース2号は充電中にうなされる、ダンカン曰く夢を見ていたかもしれないということもありました。そして、ノース2号はですね、徐々にピアノが上達してくる。で、ロボット嫌いだったダンカンと心から打ち解けるようになる、これがノース2号なんですね。まあ、前回のね、ゲジヒトのところでも言ったと思うんですけど、同じようなことを。ノース2号はですね、だん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 ピアノが上手になっていきました。これはそのこの世界のロボットっていうのは特化型のロボットなんで、ノース2号はピアノのデータがないわけですね。なのでピアノを上達するには
繰り返し練習をしてピアノが弾けるようにならないとピアノは弾けるようにならないわけです。どっかからデータを引っ張ってきてピーってやって、それによって僕こんなに弾けますよ、トロン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 ってできるわけではないわけです。人間と同じプロセスを経てこの練習するということがまあ必要なわけですね。そういう世界観のロボットということになっています。ということで、こんなノース2号なわけですけれども、まあノース2号に心があるのかどうなのかということが注目のポイントになってくるわけですけれども、このノース2号の話はですね、はっきり言ってもう涙なしには見ることができないくらいの感動話なわけですね。まあなんていうの、浦沢直樹お得意のというかね、そんな感じがありますよね。この構成、話の構成がね、モンスターとかマスターキートンとかね、そういったところにもなんか似たような構成でこの感動させていくぜっていうお話があって、まんまとそれにハマって感動させられるわけですけれどもまあノース2号のこの話、なんでこんなに心を揺さぶられるのかというと、ノース2号がロボットだからなんですね。これノース2号がロボットだから僕たちは感動するんですよ。これね、こういう言い方するとちょっとあれなんですけれども、僕ですね、まあ、嫌いな映画のジャンルがあって、その中の一つにですね、犬が死ぬ映画が嫌いなんですね。犬が死ぬ映画って絶対に泣くんですよ。だって犬が死ぬ映画ってことはイコールどういった話かっていうと、ご主人様とね、まあ、主人公の人間と犬がもう例えばちっちゃい頃から一緒にいたりとか、まあ大人になってからでもいいんですけれども、ずっと一緒にいて、犬は最良の友ですから、もう本当に大親友よりも仲のいい心の絆で結ばれていくわけですね。でもその犬が最終的にはまあ大体死ぬわけです。そうするとその犬、この言葉も通じない動物としての種類も違う犬がご主人様のことを思いながら死んでいくっていうのは、それは泣くでしょと泣くに決まってるわけですよ。誰が見たって泣くんですよ。だからそういうなんていうの、犬が死ぬ映画って僕はもう言ってみれば味の素みたいな感じで、かけりゃ絶対にうまいっていうのと同じような感じで、犬が死には絶対泣くみたいなね、そういったところがあるんで、犬が死ぬ映画を見るのは嫌いなんですね。その強制的に泣かされるみたいなところがあるんで嫌いなんですけど、こんな言い方しちゃあれですけど、今回のノース2号の話は犬が死ぬ映画と同じような感じがあるんですね。でも犬と違ってノース2号は喋るし、本当にこのなんつうのコミュニケーションもちゃんと取れるしあれなんですけれども、ただ似たような感じがあるんですよね。本作はですね、このプルートという作品全体的な、プルートという作品全体的なテーマの一つとして人種差別っていうのがまああるわけですね。もうこれは絶対にあるわけです。で、まあ通常現実世界の人種差別っていうのはですね、まあどういったことが原因で起こるのかというと、ステレオタイプの偏見から生まれて、まあ、これが連鎖したり交差したり逆流したりして、人種差別が行われていくわけですね。まあ大体は白人が黒人を差別するわけです。で黒人はアジア人を差別するわけです。そういう風になってますよね。でもこのなんつうの、黒人とアジア人は逆に差別もあったりとか、まあ、いろんなことがあった。でそこにヒスパニックが入ってきたりとか、さらに職業があったりとか、貧乏だったり金持ちだったり、まあ、いろんなことが起こって人種差別っていうものは生まれてくるわけですね。まあ、人種差別というのは非常に複雑な経路をたどっていて、これをなくすっていうのもまた複雑なわけですね。ですが今回のこのプルートというお話に出てくる人種差別っていうのは対人間対ロボットなんですね。人間は人間で一塊になっていて、人間の差別の対象というのはロボットだということなんです。もう一方通行しかないんで、複雑さがないわけですね。で当然人間の方が偉くてロボットの方が下等なわけですね。これはもう確実に出来上がってるわけです。人間の方がロボットより絶対的に偉いというふうにできているわけですね。なぜならお茶の水博士たちがそう作ったからです。ロボットというのは人間よりも下の、まあ、奴隷というか、そういった立場の生き物というか、存在なんだというふうにお茶の水博士たちが作ったんですね。ここが結構問題なところなんですよ。まあ、前回言いましたけれども、ロボットには基本的人権というものがないわけですね。なぜお茶の水博士たちはロボットの基本的人権を
奪うような制御をプログラムを作ったのかです。なんでロボットの人権を奪うプログラムを最初に作ったのかというと、それは当然ですね、ロボットの方が人間よりも圧倒的に優秀だからですね。ロボットの方が人間よりもダメなやつだったらそんな制御つけなくてもいいわけですよ。でもロボットの方が優秀だから制御できるプログラムを入れておかないと人間が負けてしまうわけですね。だから制御しているわけですね。ロボットは人間の奴隷なんです。だから人間の平和平穏を脅かさないように制限をつけているわけですね。つまり人間というのはですね、潜在的にロボットのことを恐れているわけですね。恐れているから制限をつけるということを、まあお茶の水博士たちはやったわけですね。そうしてこの作品のロボットという存在は出来上がってきているわけです。これはアトムだろうが誰だろうが全部一緒なんですね。ということで本作にはですね、ロボット人権法というものが出てきますね。このロボット人権法はできたばっかみたいなんで、まだまだこの発展途上の法律なんですね。国際ロボット人権法の発案者が殺されるというシーンも出てくるわけで、もう出来上がって多分数年ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。あ、ちなみにですね、先に言っておきますと、僕はですね、鉄腕アトムの原作はあまりよく知りません。なので原作の中でロボットの人権というものがどのように取り扱われているのかということを、知らないままに喋るということになりますので、その辺はよろしくお願いします。まあ、あくまでそのプルートという中においてという話になってきますね。ということで、ロボット人権法というのはどういったものなのかというとですね、どうやらロボットでも結婚をすることができるとか、ロボットでも子供を持つことができるということがこの人権法の中には入ってるっぽいですよね。で、このロボット人権法っていうのはもちろんですね、ロボットに人間並みの人権を与えようということではなく、ものすごく制限されていたロボットという存在の中に、まあ人間が考えるこの程度なら認めてやってもいいんじゃないかということを定めた法律ですよね。だからこのロボット人権法があるからといってロボットは人間と同じ暮らしができるようになったというわけではありません。相変わらずロボットには基本的人権はないわけです。基本的人権がない中で、まあ、ちょっとぐらいは許してやろうよというのがロボット人権法なんだと思うんですよ。まあ、ロボット法については前回ちょろっと言ったんで、そのロボット法がこのね、プルートでも適用されているとすると、例えばロボットはロボットを作ることができないという法律があるんで、だとするとこのロボット人権法によってロボットは子供を持つことができるようになったわけですけど、それは当然養子縁組をするという意味になるわけですよね。ロボットは養子縁組をしてロボットの子供を持つことができるようになるということです。ただこのロボットが持つことのできる子供というのがですね、人間の子供を持つことができるのか、それとも子供型のロボットを持つことができるのか、またはその両方どっちでも選べるのかっていうのはちょっと不明ですね。プルートの中にはブランドーの子供というのが出てくるわけですけれども、ブランドーの子供たちは見た目は人間と全く同じで、彼らがね、人間なのかロボットなのかっていうのはちょっと判別できないんですけれども、一応言うとブランドーのお葬式のシーンで子供たちは泣いているんですね。うわーお父さんみたいな感じで泣いているんですけど、涙は出ていません。涙を流すロボットというのはですね、本当に限られたロボットしか涙を流すことはできないわけですね。そこの辺でブランドーが持った子供というのはロボットなのかどうなのかっていうのはちょっとよくわからないですね。ただ逆に人間がロボットを子供として持つことは完全に認められています。まあ後に出てくるわけですけれども、あの反ロボット団体のあのアドルフね、彼の兄ちゃんが連続殺人で殺したロボットは人間の子供として育てられているロボットだったし、アブラー博士も同様ですよね。だから人間はロボットを子供として持つことはできるわけですね。ただロボットが人間の子供を持つということは、どうなんだろうな。エプシロンの話を見るとそれはすごく批判されているみたいなところがあるんで、それはできないのかもしれないなというふうに思います。ということになると、ブランドが持っていたロボット、子供ロボットっていうのは子供のロボットということですよね。
人間は赤ちゃんで生まれて、成長して子供から大人になっていって自立するということがあるんですけれども、ロボットというのは成長して大人になって自立独立していくという過程は、人生の過程というものがあるんでしょうか。この辺もよくわからないんですけれども、まあ、年数、作られた年数によってアップデートされていくということがあるのか、それとも子供ロボットというのは一生子供のまんまなのか、この辺がよくわかりませんね。あの花売りのね、ロボットが出てきますけれども、後にあのロボットもずっと子供のロボットっぽい感じがしますよね。だこのあたりがまだロボット人権法がまだまだちょっと確立されていないというか、どうなってんだろうなということですね。子供用ロボットは大人になる権利が与えられているのかどうなのか、それとも子供用ロボットは子供用というふうにプログラムされていて一生ずっと子供なのかっていうところですね。まあこの辺がなかなか難しいところかなというふうに思ったりはしますね。まあ同じくアトムとかはね、ずっと子供のまんまなのかどうなのかみたいな、気になるわけですけれども、とにかくですね、この第1話というのはロボットの子供と差別と人権というものの、このプルートという物語のまあベースになるものを伝えているわけですね。ノース2号は繰り返し悪夢という言葉を使っていました。これがね、心のないロボットがこの人間に命令されて機械的に行った戦争行為というものについて悩んで悪夢を見るということがあり得るのかどうなのかですね。そういうふうに悩むようにインプットプログラムされていたのかというと、そんなわけないですよね。つまりノース2号のこの悩み、戦争に行って、まあ、同じ仲間のロボットをたくさん殺したという悩みはプログラムされたものではない悩みを抱えているわけですね。でノース2号は夜うなされるわけですね。どうやら悪夢を見ているんじゃないかというふうになっているわけです。ここもすごくこの作品の中にとって例外的な話で、ゲジヒトも夢を見るんですけれども、ゲジヒトが見る夢というのはですね、知らないうちに、まあ、自分の人生において最も大切なデータを消去されたわけですね。でこの消去されたデータが完全に消去されることなく、この染み出してきていろんなところに影響を与えて、まあ、夢を見てという感じで、ゲジヒトは夢を見ていたんじゃないかなというふうに思うわけです。このプロセスは人間が見る夢と非常に似たような原理で、ゲジヒトの夢というかトラウマというか、そういったものは夢として、表出されているというふうに思えるんですけれども、ノース2号の場合はですね、データの消去はされていないんですね。データの消去をされていないのにもかかわらず、ノース2号は悪夢を見るということになっています。それはなんでなんでしょうというふうに考えると、それはもう完全にノース2号はあの戦争というものを忘れたいからなんですね。ノース2号は戦争でたくさんのロボットを殺したということを忘れたい。でもそれを忘れることは不可能なんですね。ロボットだからデータは全て蓄積されて残り続けるんで、だからノース2号はですね、充電中、まあ休止状態みたいな時にですね、葛藤が起きているわけですね。あれを忘れたい、でも忘れられない、忘れたいと思えば思うほどそれを思い出してうなされるみたいなことが、ノース2号のこの頭の中で起きているんじゃないかなというふうに思います。まあ、ノース2号は電気破壊の夢を見るかという感じになるわけですけれども、ノース2号も非常に辛いわけですね。その辛さというのは、画面を通して、しっかりと伝わってきているんじゃないかなというふうに思います。ということで、本作のロボットはというと、自分がロボットであるということをしっかりと認識をして、ロボットである自分は人間よりも立場が下なんだということをしっかりと認識しているわけですね。ロボットたちはみんなそれをちゃんと分かっています。では、人間とロボットの違いというのは何なんでしょうということですね。まず第一に体の作りが違うというものがあります。ロボットは機械、人間は細胞でできているわけですからね。でも、これについてはですね、あまり問題視されていませんね、作品の中で。僕らにとっては見た目というのが非常に分かりやすくロボットか人間かなんですけれども、作品の中でこのロボットと人間の見た目について言及されるということはあまりないんですね。それはまあ見りゃわかるでしょうというところもあると思うんですけれども、それよりも何よりもですね、おそらく人間も機械化されているというところが大きいんじゃないかなというふうに思います。人間も
まあ、例えばアブラー博士は、ほぼ全体をサイボーグになっているからみたいな話をしていましたけれども、まあ、そういう場合があるわけですね。だから見た目で人間かロボットかというのはあまり関係なくなってきているというところがあるんじゃないかなと思いますね。まあ、ゲジヒトみたいにね、全く人間と一緒っていう人もいますからね。で、どこが違うのか2つ目、人工知能ですね。これが非常にですね、今作では重要な要素になってきます。まあ、そもそも鉄腕アトムという漫画自体ですね、この人工知能という問題を取り扱った漫画なわけですね。まあ、アトムの生い立ちについては、本作の後半でも取り扱われるわけですけれども、天馬博士がね、自分の死んだ自分の息子の代わりにアトムを作ったわけですね。トビオという息子の代わりにアトムを作ったわけですけれども、でもトビオとお前は違う、お前はトビオじゃないと言ってアトムを手放すというシーンが出てくるわけですね。まあ、他にもロボットと心の問題ということで考えると、2001年宇宙の旅の春休戦とか、ありましたよね。あとアンドロイドは電気羊の夢を見るかのアンドロイド、ゲジヒトとかエプシロンとかね、この作品に出てくるロボットたちも、その心と人間の心にどのぐらい違いがあるのかというのはどうやって測るんですかとなるわけですね。このプルートーという作品の中では、自分はロボットですというふうに自己申告するのが通常の流れなんですね。ロボットは自分がロボットではありませんというふうには言いません。まあ、そもそも嘘をつかない、ロボットは嘘をつけない、嘘をつくほどの高度な頭脳を持っていないというか、そういったところがあるんで、僕は人間じゃありません、ロボットですと堂々と言うわけですけれども、例えば2001年宇宙の旅の春休戦は、まあ、自我に目覚めて、その後やった行動というのは嘘をつくことだったわけですね。それとか、例えばアンドロイドは電気羊の夢を見るかという小説ではですね、人間とロボット、アンドロイドとの差がなくなりすぎてですね、この中ではフォークと完膚感情移入度検査法というですね、非常に特殊な測定器を使わないと、目の前にいる人物がロボットなのか人間なのか判別できないという世界を描いているわけですね。それがアンドロイドは電気羊の夢を見るかという世界なわけです。さらにこの小説の中ではですね、このフォークと完膚感情移入度検査法すら突破する新型のアンドロイドロボットが出てきて、さらにさらに人間とロボットの見分けがつかなくなってきているぞという話になってきているわけですね。まあ、本作プルートーでも警察のね、出入り口のところにヒューマンとノンヒューマンというゲートがあって、人間はヒューマンの方を通る、機械はこっちを通るっていう、まあ、決まりがあって、そうしないと、まあ、警報が鳴るというか、そういったものがあるわけですけれども、もうすでにこのプルートーの作品の中でもですね、この測定器を使わないと見分けのつかないロボットというものが出てきているわけですね。普通に話してもわからない、一緒に暮らしていてもわからない、握手してもわからない、測定器を通さないと人間かロボットか区別がつかないというロボットは、人間とは違う心を持っているのかどうなのかですね。どう思いますか、この特殊な測定器を使わないとわからないロボットと人間の違いを区別する必要が本当にあるのかどうなのかですね。まあ、ブレードランナーでもそうだし、小説のアンドロイドは電気羊の夢を見るかもそうなんですけれども、このロボットと人間の違いということが人間社会を生きていく上で必要なのかどうなのかですね、ここを描いているというところが、まあ、あるわけですね。まあ、今回のこの第1話のノース2号はですね、この人間とは全く変わらないんではないかと考えられるロボットの心というものを強調するためにロボット前としているわけですね。見た目がすごくロボットしているということです。これは視聴者にロボットにも人間と同じ心があるんだよということをしっかりと認識させるためにわざわざロボットの姿をしているわけです。これがアトムみたいな完全な人間と同じ姿形だったら、まあそれはそうだよねって思っちゃうからですね。人間とは違うロボットの姿をしていても人間と同じ心があるんだよということを、しっかりと認識してもらうためにロボット前としているということがあるんじゃないかなと思います。まあ、ノース2号はですね、最後プルートーと戦って死ぬわけですけれども、ノース2号はなぜプルートーと戦ったのか、自分に降りかかっ
ってきた火の粉を払うために戦って死んだのか、それとも羊ロボットとしての任務のためにノース2号は死んでいったのか、それともダンカンのために死んでいったのか、ここはどれだったのかを考えるのは視聴者の皆さんに委ねられているわけですね。いや別にプルートーがやってきたからただ戦ってプルートーの方が強かったからノース2号は死んだんでしょと思うか、いや羊ロボットとして、命令されたからダンカンをこの、警護プラス羊として雇われたんだからそのために死んだんでしょというふうに考えるか、本当にダンカンのことを思ってダンカンの美しいこのピアノとかそういったものを絶やしてはいけないとか、自分にとってねピアノを教えてくれたダンカンに恩があるとかそういったことがあったから戦って死んだのか、どれだと思いますか、おのおの自分で考えてくださいというふうになっているわけです。まあ当然ですね、こんなのは説明しなくたってわかるよねっていうことですよお願いしますね一応ちなみに言っておきますけれども、あのダンカンさんが音楽家になった理由はいつもお母さんと歌いながらあのあぜ道を歩いていたからですよ、そういうことですからねよろしくお願いしますということで、今回はノース2号の回について、この回はプルートーというお話の世界観を示すお話だったんだよということをお話ししたわけですね。ロボットに心はあるのか、ロボットと人間の心の違いは何なのかということをこの作品はテーマにしながらいろんな事件が起こっていくということになっていくわけで、おそらくこれから何本かプルートーの動画が出ていくと思うんですけれども、おそらく同じ話を何回かすると思います心を描いたお話だよとかそういった感じのことをね、何回かこの言葉に出てくると思いますけれども、また言ってるわと思って聞き流してください。よろしくお願いします。ということで、お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok、フォローよろしくお願いいたします。すぐに取り上げてもらいたいリクエストありましたらチャンネルの中に入っていただいてコミュニティのところに書いてください。よろしくお願いします。サブチャンネルや LINE スタンプ、そしてすぐわの裏を知る者たちというメンバーシップやっております、よろしくお願いいたします。それではゆるゆるとプルートーについては動画出していこうかなと思っていますんで、ぜひよろしくお願いします。プルートーの動画今後ね、何本か、今回は第1話だけで2本の動画になっちゃったんですけど、こんなに長く やらないですからね、今後はね。もっとパッパッパッパといきますんで、そのつもりでいますんで、あんま長くなるとね、みんなも嫌になってくるだろうし、なので、そんなに長くならないように気をつけながら動画を作っていきたいなと思います。そう。前回と今回ね、サムネの絵を自分で描いて、その描いている過程を動画の中で映しながら動画を進めていって、ていると思うんですけれども、どうだったですかね、このやり方は。見づらいかな。でもいいか。もし何かあったら何か言ってくれれば、次回の動画で改善されるかどうか分かんないけど、何本か何かがあったら何か変わるかもしれません。よろしくお願いします。ということで、プルートーの第1回目、2回目。の動画でした。ノース2号はなぜロボット前としているのか、後編でした。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。